はい、どうもこんにちは、ケンユウです。本日もですね、野菜栽培講座やっていきたいと思います。はい、で今回取り上げるものはですね、キュウリになります。このキュウリもですね、夏野菜の、代表的な、野菜としてね、位置づけられてると思うんですけれども、そんなキュウリのですね、性質とか、原産地から紐解く特徴とかですね、構造的な話とか、この辺を深掘りしていきたいと思います。はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。で今回取り上げるのはですね、またキュウリの性質、および原産、日本にどのように入ってきているのか、で、現在どのような、栽培品種がですね、育てられているのか、そして栽培方法、コンパニオンプランツ、栽培のポイント、この辺を押さえていきたいと思います。キュウリっていうのはですね、ウリ科の野菜になります。で、ウリ科結構あるんですけれども、前回講義させていただいたゴーヤーですね、あれもウリ科の仲間ですし、例えばかぼちゃとか、ズッキーニ、スイカ、メロン、こういったものがウリ科の野菜です。まあ大体比較的夏野菜が多いかなという印象がありますね。ウリ科の野菜で、その中でもキュウリはですね、ウリ科の野菜の中でも、比較的冷涼な地域を好む、冷涼な気候を好む、夏野菜として知られています。で、これ実は原産に大きく関係しております。で、原産はですね、インド北部のヒマラヤ山麓、というところですね。インド北部のヒマラヤ山麓で、これ湿気無地帯っていうことが分かってるんですけれども、この山麓というのはヒマラヤ山脈の麓の部分ですね。はい、この辺で、原種が見つかっております。で、そこからですね、中国に入り、日本へ入ってきた。そういった流れになります。で、またちょっと脱線するかもしれないんですけれども、ヒマラヤ山脈というのはですね、アジアにこうズドンとある山でして、世界で一番標高が高い山脈として知られております。ヒマラヤ山脈はですね、5つの国々でこう、面してるというか接してるんですけれども、インドとですね、パキスタン、そして中国、これはチベットですけれども、中国、あとネパールと、あとブータンかな、この5つの国々の、で接してる、こう山脈ですね。はい、ちょっと Google マップも貼っておきます。で、この湿気無地帯っていうのはですね、このインドの北部の方ですね、北部の方のヒマラヤ山脈の麓になります。で、ヒマラヤ山脈はですね、ちょっとまた脱線になるかもしれないんですけれども、確かネパールとチベットの山にエベレストっていう山があって、これエベレストは中国語でチョモランマというんですけれども、これが世界で一番高い、今標高が8800メートルくらいのこう山があるんですけれども、これが今現在一番高い山として知られてます。はい、この辺のヒマラヤ山脈がある地域っていうのは、実は熱帯っていうイメージが強いと思うんですけれども、実は生態系はかなり多様です。なぜかというと、標高が高くなればなるに従って、気候が変わってくるんですね。で、ヒマラヤっていうのはですね、この名前の意味はサンスクリット語で、ヒマがですね、こう雪っていう意味で、でラヤっていうのがですね、こう宿るって意味なんですけれども、宿るとか住処とかっていう意味なんですけれども、ヒマラヤ山脈の頂上付近は常にこう雪で覆われております。で、この このことからも分かる通り、やっぱり頂上付近が冷たくて、で低地に行くと、あったかいというか、結構こう温暖な、地域になっております。このヒマラヤ山脈の麓の付近はですね、ほとんど森林で、熱帯地域をこう構成しますし、頂上付近はですね、ツンドラ気候によく似た、ところになります。なので、生態系も非常に多様です。で、この今 Google マップ出してると思うんですけれども、パキスタンよりはですね、比較的雨が少ない。で、このインド側というか、なんだろうな、ネパール側、っていうのは比較的、ブータンとかネパール側は比較的雨が多いと言われていて、でこの辺の植生もだいぶ違います。で、このキュウリが見つかったですね、地域は湿気無地域といいまして、このインドの北部の方ですね、のところで見つかったんですけれども、ここですね、なんと、もともと標高が、ヒマラヤの麓ですけれども、非常に高いと、280メートルくらいの標高で、でさらにですね、やっぱり山の麓ということで、森林というよりもこう岩石が結構多いんですね。岩石が結構多くて、で100以上の川がですね、こう結構こう走ってる、ところです。で、1年中をかけて最高気温が28度を上回らないというですね、比較的、熱帯地域でありながら、涼しい場所ですね。はい、で1年のうちですね、調べると4ヶ月くらいは雪が降る、そうです。なので、日本の気候に、若干似ている、しかしながら、こう夏夜温とかですね、日中の温度が上がりすぎない、そういったところでございます。はい、
非常に面白いですね。まあ、こういう場所が原産、ということもあって、キュウリの適温はですね、18度から25度だと、いうふうに言われております。まあ、これはもう、キュウリのですね、遺伝子的にこう組み込まれている、情報です。なので、あまりこう暑い、場所ではですね、こう逆に栽培がしにくい夏野菜ということで言われております。はい、面白いですね。で、もちろんですね、この熱帯地域に生まれているわけですから、まあ、比較的冷涼な地域で、育ったっていうこともあるんですけれども、やっぱり低温は、生育障害が起きます。7度以下はダメで、霜に当たると枯れる、ということですね。で、一年草です。はい、そういった作物ですね。土壌 pH がですね、6程度、6から 6.5 程度ですね。はい、弱酸性ということです。で、雨が非常に大好きです。で、あの地域はですね、やっぱりインドの北部とか、まあ、ヒマラヤ山麓の付近はですね、やっぱり、その瞬間的なスコールが降ったりで、山からですね、水が流れてくるということで、めちゃくちゃ水が豊富な地域です。水大好き。いいね。とキュウリはですね、もう、このキュウリは、まあ、ほとんど水でできていると言っても過言ではないぐらい、もう水吸いまくります。はい、そんな作物です。しかしながら一方で水害に弱いんですね。水害に弱い。これどういうことかというと、水たくさん好むんですけれども、根っこが、岩石、のですね、結構浅い部分にこう根っこがですね、こう張って、酸素の供給量も多いんです。で、酸素の供給量も多いので、水が滞留しているところでは、根腐れを起こしてしまう、という特性があります。なので、水はけの良い場所で水がめちゃくちゃ好きっていう、本当にですね、こうなんだろうな、栽培、管理としては結構難しい、感じになります。はい、で、このシッキム地帯っていうのはですね、やっぱり、ヒマラヤ山脈のふもとっていうこともあって、で、結構ね、傾斜地なんですね。で、畑もですね、段々畑のような感じで、こう、まあ、こう、圃場の設計をしていくっていう場所なので、まあ、こういった水の流れがいい場所で育てられております。はい。水が大好き。水水害に弱いっていうですね、はい。なんとも相反する、こう、特質をしております。で、本来のですね、このキュウリっていうのは、もともとは、まあ、ネットがないですから、地生えでした。はい。地を張って、大きくなっていくつる性の植物でした。はい、ウリ科の野菜なんですけれども、地を張っていく、そういったものです。まあ、かぼちゃみたいな感覚で、思ってもらえるといいです。で、現在もですね、この地を張る、栽培種、あるんですけれども、今大体はですね、ネットに這わすっていうものが、主流ですね。はい、で、すいません、ちょっと前後してしまうんですけれども、根っこはですね、そしてあと浅い、やっぱ酸素の供給量、酸素を好むので浅いところに、あります。はい、手根線根型という言うんですけれども、浅い場所にあります。で、前回やったオクラとかはですね、あの砂漠地帯出身ということもあって、やっぱり雨が、あまり降らない地域なので、根っこがですね、深い位置にあるんですね。で、地下水を自ら汲み上げるという特性があるんですけれども、このキュウリは逆です。雨が多い、水の流れが多い場所の原産なので、なるべく水はけの良い場所に根っこが滞留して、酸素を吸いながら水も好む、そういったものですね。手根線根型、はい、そういうものになっております。まあ、これがですね、大体キュウリのこの原産地から紐解く、まあ、性質なんですけれども、まあ、なのでちょっとですね、栽培に少しコツがいるというか、なので星をですね、2つにしてます。今回栽培の難易度が少し上がります。オクラとかこうゴーヤよりも一つだけ上がります。家庭菜園のレベルでこうキュウリを栽培するのは、まあ、かなり比較的簡単なんですけれども、じゃあこれを一旦売り出そうってなるとですね、途端に難しくなるっていうのがキュウリなんですね。で、こういった水の管理とかですね、こう肥培管理を、ちょっと誤るとですね、キュウリがですね、曲がってしまうとかですね、お尻側が太くなってしまうとか、もしくはこうお尻側がしぼんでしまう、そういったものがあったり、収穫するのはちょっと遅れたらですね、大きくなりすぎるっていうことで、このなんだろうな、販売できる、こう販売できる範囲からちょっとずれてしまうんですね。なので、こう売るっていうことを考えると、途端にこう販売、栽培レベルが上がってしまうっていうような、そんな作物にもなっております。結構ね、あの難しい作物、まあ、野菜だと思います。はい、まあ、なんだろうな、しかしこう家庭で作るキュウリがですね、まあ、曲がりかでもですね、やっぱ一番美味しいんですよね。はい、やっぱ取れたてが新鮮っていうこともあって、キュウリとかですね、こうパキって割ると、なんかこう胃管束系からですね、ちょっと粘性のあるゼリーみたいなやつが出てきて、もう一回くっつくんですね。まあ、そのくらい、なんだろうな、生命力が強いというか、結構あのその状態で食べるあのキュウリはやっぱりですね、こうビタミン C が多い感じもして美味しいです。はい、ということで、ちょっと話を、
話が脱線しましたけれども、いきます。で、現在ですね、日本に入ってきている栽培種、実は大きく分けて2つに分かれます。大きく分けて2つですね。で、1つがですね、華南系と言われるものと、でもう1つが華北系と言われるものですね。で、この華南系と言われているものが、もともとですね、原産地で見つかった、地映え、をする、性質のですね、キュウリでした。で、この華というのはですね、中華の華ですね。中国の南部地域でですね、主にこう栽培されてきた品種です。これがですね、もともとインドから東南アジアでこうぐわっと広がって中国に入った。で、これが南側でですね、こう定着したものですね。で、もう一方で、この青で記した華北系ですね、中国の北部側で栽培されているものは、インドからですね、そのままシルクロードを渡って、北部で定着したキュウリがあります。で、中国でもですね、このキュウリの栽培がですね、こう南側と北側で、栽培品種が大きく分かれていたんですね。日本に入ってきたのは、いつかというとですね、大体6世紀くらいにですね、まず最初にこの地映えの華南系のキュウリが日本に入ってきました。6世紀ですね。6世紀入ってきて、この頃はですね、まだなんだろうな、ちょっとキュウリが苦くて、売り系の野菜の中でも こんな美味しくないものはないということで、あまり評判が良くなかったです。はい、もう毒が入ってるんじゃないかっていうふうに言われておりました。で、そのくらいこう人々にはあまり親しみのなかった、ていうかこう好んで食べられなかった、ものです。なのでこう、漬物にしたりぬか漬けにしたり、そういったことで、食べられておりました。しかしながらこの明治、江戸後期ぐらいですね、明治付近になりますと、北部で中国の北部で栽培されていた華北系のキュウリが入ってきます。日本に入ってきます。これは、インドからシルクロードを経由して中国に入ったものですね。これが明治ぐらいに日本に入ってきました。途端にですね、これまで食べられなかったこう渋みのある華南系のキュウリがですね、一気にこう、みんなが美味しいぞってなりだして、そこからですね、こうサラダで食べ出したりっていうような歴史があります。で、なのでですね、現在栽培されているこのキュウリというものはですね、一般的にこの華北系がですね、美味しいので、皆さんの口に合うので、皮も薄くてですね、みずみずしくて美味しいので、一般的にこの華北系というものが栽培されております。はい、しかしながらこの華南系もですね、10% 程度ですけれども、九州とか四国、などで、栽培されている品種ではあります。はい。ここら辺も面白いですね。で、この華北系と華南系ですね、やっぱりこの、花の付き方とか、成長の仕方違います。で、今日はここら辺少しお話ししていきたいと思います。で、まず華南系ですね、華南系と華北系のまず季節ですね。で、華南系というのは、大体日本の気候だと春の栽培が適しております。はい。春ですね。で、キュウリっていうのはですね、イボイボがついているんですけれども、あのイボイボがですね、若干黒っぽい、そういったものが華南系の特徴です。で、一方でこの華北系ですね、これは夏の栽培に適しております。で、イボイボがですね、白っぽい色をしております。で、華南系とですね、華北系の違いは何かっていうと、栽培している過程で、突然変異が起きました。突然変異が起きて、日照時間がですね、これまで、短いと、花が咲くっていう特質だったんですけれども、長くても花が咲くようになったんですね。で、その、長くても花が咲くようになったものがこの華北系なんですけれども、これまでですね、日照時間がこう短いと、栽培ができなかった。なのでこう春に栽培されております。華南系ですね、これはもともと地を這う品種です。はい。で、華北系はこう日照時間が長くてもこう、きちんとですね、花が咲くっていうようになりました。で、雌しべがないとですね、こう果実ができないので雌しべ大事なんですけれども、この華南系というのはですね、節成りといってですね、この節の付近にですね、こう花が咲くんですね。で、親づるの節のところにこう花がつきます。で、ちょっと右側にですね、華南系と華北系の違いを書いたんですけれども、華南系はですね、この親づるからですね、子づると孫づるが伸びづらくて、この節々にですね、葉っぱと、ちょうどこの親づるの主軸にですね、花が咲いて実がなるというタイプです。はい。で、節成りですね。で、一方でこの華北系というのは、この華北系は、地映えじゃなくて、大体ネットでこう空中に這わすんですけれども、子づるがですね、出てきて、で、孫づるも出てきて、この子づると孫づるにですね、花が咲いて、果実ができる、そういったタイプになっております。はい。
飛び雪なり、というふうに言うんですけれども、そういった特徴を持ってます。で現在はですねこの、まあ、河南系も河南系でいい特徴があって、で河北系も河北系でいい特徴があります。はい、なので現在はですねこの河南系と河北系が、まあ、交配して、この河南系と河北系が交配して現在はいろんな品種がですね多品種が、まあ、世の中出てきているわけなんですけれども、おおよそこの2つ、こういった特質があります。はい、でこのなので河南系と河北系の中間のなんだろうな中間の特徴を持った、品種も多くあります。はい、家庭菜園どっちが向いてるかというと家庭菜園にはですねこの河北系がおすすめです。でやっぱり少し河南系の場合はですねちょっと難しい側面もあります。はい、でこのキュウリっていうのはですね実はその発芽から収穫までの時間がですねものすごく短いんですね。すぐこう更新っていう感じになるので、なのでこう植え付け時期をずらしてですね、ちょっと遅い秋前までですねこう収穫するっていうことがなされるんですけれども、ちょっと難しい側面があります。で、この河南系はですね特に、子づるとか孫づるが出にくいので、まあ、ほとんどですねこう収穫したらもう2ヶ月後にはもう終わってしまうっていう特徴があるんですけれども、河北系はですね子づるとか孫づるがわーっと、発達するので、もう少し河南系よりももう少しちょっと長くですね収穫が楽しめるということで、この河北系おすすめです。まあ、スーパーとか、まあ、ホームセンターとかに行くと結構ねこの河北系が、まあ、ほとんど売られていることが多いので、まあ、あまりこう悩まず選べるとは思うんですけれども、一応まあこういった、ことが言われております。はい、栽培方法なんですけれども一般的にはこの、1から5節目までの脇芽は書きましょうと言われております。これですね、河北系の場合はですねこの親づるとこの葉っぱの間から子づるが出てきます。はい、こんな感じでですね子づるが、それぞれの節から出てきます。で、この子づるが延長されてそこに花がついて果実がなるんですけれども、この1節目から5節目の脇芽にですねこう果実をやっぱりならしてしまうと、ゴーヤの方でもお話しさせていただいたんですけれども、こう後々ですね収穫が伸び悩むっていう問題が起きます。で、野菜っていうのの目的はですねやっぱり種を残して子孫をつなぐことなんですね。で、一発目にですねこうたくさんこうわっとならしてしまうと、後のこう10節目以降の収穫が非常に難しくなります。なので1節目と5節目は書きましょう。で、書くことによってさらに風通しが良くなったり、日光に当たりやすくなったりですね、なり疲れを防いだり、であと根の張りも良くなります。病害虫とかですね、まあ、虫の発生も抑えれて、ここら辺はいいんじゃないかなと思います。で、6節目から10節目はですね、今度は子づるが伸びるんですけれども、雌しべが咲いて、この雌しべを残して摘心をします。はい、雌しべを残して摘心、一果ならせて摘心ですね。10節目まではこうやってください。で、この一果ならせて摘心、果実なるんですけれども、これも早取りでいいです。はい、で、キュウリっていうのは成長がものすごく早くて、で、こう毎日毎日収穫して、なり疲れをこう防ごうっていうものなんですけれども、やっぱりこう最初のうちは早取りしてしまわないと、先ほどの原理ですね、もう一度種を残すっていうことをしてしまうと、その後ですね、こう果実をつけにくいんですね。なので、そういった、ことに気をつけてください。11節目以降はですね、もう放任で大丈夫です。ぶわっと、たくさん成長させてください。はい。で、まあ栽培のポイントでやっぱりこの水が大好き、しかしながら水害に弱い、あとですね肥媒管理も結構大事だよっていうふうに言われているんですけれども、これをじゃあどう、なんだろうな、観察するか、ということなんですけれども、果実をまずは見てください。果実が大きくなった時に、こういうふうに曲がった、果実が出てくると、これはだいたい水不足とかですね、肥料不足だと言われております。はい、でさらにこうお尻がちょっと太い、お尻がちょっとですねポコッと太ってる、ものはですね、まあ、日照が足りないとかですね、夜の温度が高いとかですね、まあ、そういったことがあります。で、この逆にこう先細りしているものはですね、なり疲れているとかですね、水不足、乾燥しているとか、あと温度が高すぎるとかですね、まあ、こういったことがあります。で、この辺のですねちょっと未熟なものはですね、やっぱりたくさんならせていてもあまりこう味が乗っていないとかがあるので、早く摘むことをお勧めします。まあ、3センチから5センチくらいでですね、こうちょっと障害が出てるなと思うものは早く摘んでしまって、後々出てくる果実をですね、まあ、上手にこう改良して取るっていうのがこう求められるのかなと思います。はい、であとこう肥料とか水が少ないとですね、この節の
なんだろうな、節間が短くなります。節間が短くなって、なんか詰まったようになります。はい、詰まったようになって、逆にですね、こう水とか、肥料が多いと、これがですね、ぶわっと節間が長くなって、ちょっと徒長気味に、なります。なので、はい、この辺も、なんだろうな、水とか非売管理をする上でこう観察するべきポイントだと、考えます。ごめんなさい、少しちょっとまた補足で脱線するかもしれないんですけれども、品種を選ぶ際にですね、現在ブルームレスキュウリというものが、多く売られております。で、このブルームっていうのはですね、まあ、白い粉みたいな感じでこう果実のこう表面にこう こうある、こうなんだろうな、粉みたいなものなんですけれども、あれがですね、まあ、本来のキュウリはつくんですね。本来のキュウリはブルームって言ってこう自己防衛のために出ます。で、やっぱりあれはですね、病害虫から身を守ったり、このシッキムっていう地域はですね、こう気温が低いのと、あと標高が高いので、ちょっと霧がね、ですね、こう出てくるっていう地域なんですね。なので、病害虫からそのブルームを出して身を守ったり、虫から守ったり、であと、やっぱ水分を保持するっていう役割がありますから、蒸散を防いだり、そういった効果があります。で、このブルーム、非常に大事なんですけれども、まあ、現在消費の観点からですね、まあ、農薬と間違えられたり、あまり見た目がつるっとしていなくて、あまり美味しそうではないという理由から、このブルームレスキュウリというものが改良されました。で、ブルームレスキュウリ改良されたんですけれども、僕はですね、このブルーム、レスキュウリではなくてブルームがあった方が、より美味しく感じます。で、なぜかというと、そのやっぱりそのブルームレスキュウリにするとちょっとですね、まあ、僕の感想ですけれども、皮が若干厚いような気がしてます。はい。で、河北系のキュウリはですね、河南系に比べて、この自前のキュウリに比べてちょっと皮がですね、薄いんですね。薄いって特徴があって、ブルームがしっかりついていて、こうなんだろうな、噛み応えがいいっていう感じなんですけれども、ブルームレスキュウリはですね、ちょっと皮が厚いかなっていう感じですね。はい。そういったものがあります。で、ここら辺もまあ品種を選ぶときに、まあ参考にしてみてもいいです。はい。で、ブルームレスキュウリの場合はですね、本当にこう果皮がツルッツルで、かなり綺麗です。はい。光沢があって見た目が美しい。一方でこう皮がちょっと厚くて食べにくい、僕はちょっと硬いかなっていう印象があります。はい。で、また、少しまたちょっと、ごめんなさい、また余談ですけれども、ちょっとキュウリっていうのの名前ですね、これ漢字がですね、こという漢字に瓜と書きます。こという漢字に瓜と書きます。このこっていう意味はですね、中国の、北側とかですね、西方の、国で胡国というものがありました。このこですね。で、キュウリというのはこう中国から日本に渡ってきたので、このこという漢字がついております。はい。古国から来てるので、こういうふうな漢字がついてます。で、まあ、原産はインドなんですけれども、まあ、中国を経由して日本に来たからこういうふうな漢字がついているんですけれども、こういう作物って結構あるんですね。まあ、例えばごまとか、まあ、ごまもですね、中国から来たこう麻っていう意味で、この「こ」の字に麻が付けられております。ごまの原産自体はアフリカなんですけれども、そういうことですね。で、胡椒もそうですね、胡椒も中国から日本に伝わったので、この字がついてます。はい。胡椒、まあ、原産はインドだったと、思います。で、あとくるみもですね、漢字で書くとこの「こ」に「桃」と書くんですけれども、これも中国から伝わってきたので、こういうふうになりました。まあ、くるみの原産はですね、アジアからヨーロッパの西側の方が原産なんですけれども、そこから中国を経由して日本に来たので、くるみの当て字にもですね、この「こ」という漢字が使われております。はい。まあ、胡蝶蘭とかそうですけれども、まあ、こういう「こ」という字がついたらですね、まあ、大体中国から、伝来したと考えてもいいです。はい。どこまで行ったかな？ちょっとごめんなさい。かなり脱線しましたね。コンパニオンプランツ。コンパニオンプランツ何がいいかというとですね、まあ、大体はもうネギ、そして豆。ネギ類、豆類。もうこれはですね、結構、ウリ科と非常に相性がいいです。ネギ類はですね、ウリハムシっていう、こう害虫がこのキュウリ結構大好きでつくんですけれども、そのウリハムシの、忌避効果ですね、というものをしてあげたり、あと土壌殺菌ですね、まあ、この辺も期待できます。で、あと豆類ですね、ま、豆は、あれです、いつもの、ごとく、栄養分の供給ですね。はい。窒素固定菌というものがおりますので、この辺も活用してください。あとはこう害虫を防除するという目的で、バジルとか、シソとか、パセリ、三つ葉ですね、というものが、活用できます。で、パセリ、三つ葉に関してはですね、地表のですね、乾燥を防ぐっていう効果もあります。はい。背丈が大きくならずに、割とですね、こう日光量はあまり必要としない、こう影の部分でこう生育がいいので、この辺は非常にこう空間的に相性がいいです。はい。
で、キュウリはですね、この手根線根系といって、線根型といって、こう浅い位置にこう根がバーッと張るので、環境の変化にですね、まあ、大きく影響を受けやすいんですね。なのでこう草マルチをしっかり張ってあげて、まあ、直射日光を守るとかですね、まあ、水分の、乾燥を防ぐとかですね、まあ、この辺のことが必要になるんですけれども、株元にこのパセリとか三つ葉をこう生やしておくと、まあ、なんだろうな、乾燥防止になって、まあ、植物マルチとして、まあ、草マルチとしてですね、活用できるんじゃないかなと思います。はい。もし興味があればこの辺挑戦してみてください。あとですね、一方で競合してしまう植物もあります。一緒に植えたらあまり良くないよと言われているものもあります。で、一つがナス科ですね、まあ、トマトとか、まあ、ナスとかあの辺です。この辺とキュウリ、ウリ科は結構相性があまり良くないです。あと人参とごぼう、なども良くないです。やっぱりこの辺の野菜はですね、猫伏線虫といって、やっぱ根っこにですね、こうあの根っこにこう寄生してこう生育障害を起こす線虫というものがあるんですけれども、こういったものをこう密度を増やしてしまう効果があるので、この辺混植するのは避けた方がいいですね。うん。で、この辺のですね、まあ、コンパニオンプランツとか競合植物っていうのはですね、まあ、やっぱ畑の状態とか土の状態によっても違います。はい。ね、なのでこう、まあ、自然にですね、こうなんだろうな、連作とかもあまり出ないよっていう畑、とかでしたら、もしかしたらいいのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっと離しておくっていう方が無難かもしれないですね。はい。まあ、この辺は、まあ、ご自身の管理している畑のオーナーが一番よくわかるということで、まあ、この辺考えてやってみてください。最後にですね、ポイントの方をお伝えしていきたいと思います。で、このキュウリの栽培はですね、やっぱり人によってちょっと違う部分もやっぱりありますけれども、その中でもポイントを押さえていきたいと思います。で、このキュウリはですね、夏野菜の中でも水を必要とするものなんですけれども、それでも水はかけすぎないようにしております。水はかけすぎないですね。で、1週間くらい雨が続かない日が続くと、やっぱり水は必要だと考えるんですけれども、苗が小さいうちにですね、水をたくさんかけすぎると、まあ、根っこがですね、あまり張らないようなイメージがあります。で、やっぱりこう作物というのはですね、こう土が乾燥するタイミングというのが必要です。で、その時に根がですね、こうわーっと張っていくんですね。で、キュウリの場合もですね、まあ、成長の初期段階にですね、この栄養成長の時に、根っことかこう茎とか葉っぱを展開する時に水をこうジャブジャブ上げてしまうと、この根の張りがですね、緩くなると考えております。で、なので最初のうちはですね、この蒸散する、まあ、脇芽かきですね、無駄な子づる孫づるを落として、まあ、きちんと落として、水をあまりかけすぎない。で、根っこをたくさん成長させた後に、6節10節、になると、ちょっとずつ果実をならせて、11節目以降からですね、まあ、たくさんこう果実をならすために、最初はですね、根っこを大きくしておく、根っこを大きくしておく。で、そのためには、水はかけすぎない、ということですね。で、根っこが広くなってたくさん果実がつく、ようになると、おそらくですね、こう水を、これまでよりも、ちょっと多量にかけても、こう成長には影響はないのかなと思うんですけれども、初期の成長、あと中期ですね、まあ、水はあまりかけすぎない。はい。で、僕たちは大きくなってもかけすぎてはないんですけれどもまあ、こうポイントですね、まあ、水大好きと言われるんですけれども、これは原産地の、まあ、地理的特徴と、あと植物生理の上で水は非常に大好きなんですけれども、じゃあ、栽培管理の上で、まあ、水はけのあまりよろしくない畑の上でこれをやっちゃうとどうかなとも思っております。で、ポイント2番目ですね、ポイント2番目、これも結構大事だと思うんですけれども、栄養成長と生殖成長を理解する、そして、根を張らすということですね。栄養成長と生殖成長を理解する。で、植物はですね、基本的に最初の方はですね、こう、まあ、果実をならせる前に、目的は果実をならして、種を更新するというものですけど、種を、子孫を残していくというのが目的なんですけれども、初めのうちはですね、栄養成長といって根っことか、茎とか葉っぱ、そういったものを作っていきます。で、その、十分にそれが成し得たというふうに植物が認識できたら、今度は花を咲かせて、果実、種をつけて、こう子孫を残していくということがあります。栄養成長と生殖成長ですね。で、このウリ科の、野菜というのはですね、この、液目にですね、こう子づるとか孫づるが出てきて、で、そこに花がつくようになるんですね。で、栄養成長と生殖成長が比較的一般的な野菜よりも、同時に進んでしまうという特徴があります。で、なので、この生殖成長を早めにさせてしまうと、栄養成長がこう
うまく機能しないんですね。なのでこの辺を理解して、まあ、最初は水をかけすぎず、生殖成長に、早めにこうバッと移行せず、しないような感じですね。はい。はい、ちょっとごめんなさい。説明が下手くそすぎる。うん、まあ、ちょっとその辺を理解してこうやるっていうのが大事です。はい。根っこをきちんと張らすポイントですね。最後のこのポイント結構大事だと思うんですけれども、熱帯夜ですね、30度以上を超える夜がおそらくいくつかあると思います。でこの時はですね注意です。で株が弱ります。でやっぱり原産地もですね28度以上にはなっていないんですね。で特に夜の温度なんて結構そのヒマラヤ山麓の地帯なんてこう結構夜温が低いんですね。なのでこういったところで育てるとうまくいくんですけれども、熱帯夜30度以上になると株は弱まります。でこういった時はですね早取りすることがポイントです。キュウリの早取りですね。夜のですね気温が高いとですねこういうふうにお尻がでかくなるようなですねこう発育障害も見られるので、早めにこう果実を回収してしまう、そういったことがですねいいのかなと考えます。はいはい、ということで今回はですねキュウリの、まあ、性質とか特徴、そしてあと原産地の話とかですね、あと構造的な話、させていただきました。はい。で一般的にはこう河北系がこう販売されてるんですけれども、まあ、どうしても、自媒栽培ですねやってみたいよという方はこの河南系、というものの特徴が引き継がれている品種をですね、まあ、選んでみると面白いのかなと思っていたりします。はい。ということで、まあ、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また、次回ですね、何かしらの野菜を取り上げたいと思いますので、その時に会いましょう。バイバイ。